どうも、マリです。今回はですね、関東某所のこちらの水門、こちらの水門で、8月31日にこの水門閉められるんですよね。なんで、水が、ここの小川が枯れるんですよ。今だいぶ水がもう減っちゃってるんで、ここに取り残された魚たちを一網打尽にしようという感じでございます。早速この巨大網を使って追い込んで捕まえていきます。これちょっと魚食いたくないよねアブラムシがすぎてでっきゅうザリガニおる。これ死んでるよ。あ、死んでる。さあ、どうだ。めっちゃ入ってるぞ、魚。よし、上にあげよう、こっちに。カワムツ、カワムツ、カワムツ。カワムツ。追いかけが入ってないんかな。すげえ量のカワムツだ。カワムツだな、ひたすら。すげえ、ほら、カワムツですな。ひたすらカワムツですな。魔道場、水カマキリですね。ピント合ってる？開いちゃったね。うん、確かに。まさに一網打尽。あ、なんか入った。上から入った。下からめっちゃ。さあ、どうだ。大量大量。何匹くらい取れたんだよ。もうこいつらここに残っててもね、魚。なんだろうな、干からびて死ぬか鳥の餌になるかの運命なんでね。トカゲの餌に。トカゲうちの食うかな。なんで。オッケー。ここから向こうに向かって魚を追い込んでいきます。うわー、すげえ。うわー、すげえ。あげて、うわ、すげー、ちっちゃ。20匹くらい入ってんじゃないの。お、追い川だ。ほら、綺麗な追い川と、お、奇形のカワムツ。ショートボディ狭がり。あと追い川、追い川が多いな、こっちの方。あ、これウグイだ。ウグイの幼魚が入ってますね。ウグイって大きいやつ。あ、まあでかくなるやつ、前栃木で取ったやんな。あ、モツゴも入って、違う、モロコか、タモロコ入ってますね。ここは魚種が豊富だ。4種類が入ってますね。ここの水路でやっぱ逃げ遅れたウグイが、え、アユじゃん。アユだ。アユが死んでますね。もったいない。ここの水門のこっち側、この中にめちゃめちゃなんかカエルが溜まってたんで、ちょっと網入れて取ってみようかなと思います。これかな、これ。ひとすくいしてみたけど、あ、やべえやべえ、めっちゃ取れた。20匹ぐらい入った。東京だるまガールだな、これ全部。ひとすくいでこれ。ちちちちちち、全部入ったわ、ちゃんと。逃げなかった。逃げんな、逃げんな。あ、逃げんな。いや、これめちゃめちゃいる。見たらこう壁に、もうもうすごい重なってるもん、これ。ラット好き春みたいになってる。すげえ。なんでここにこんなにいるの。やば。二頭目。まだいたからね、絶対まだ取れると思うんだよ。ほら、ほら、来い。二すくい目。あ、でも三匹だ。でも入るんだ。ひー。は
はい、というわけで水の止められた用水路で魚やカエルなど様々な生き物たちの観察をしてきました。こうやってねフィールドって時期によっていろんな顔を見せてくれるんですごく面白いですよね。